今回もリーンを使って行間のない数学書を作っていくのぜ。アイアイキャプテン。今回証明するのは次の定理だ。3つの整数 A、B、C について。B が A で割り切れ、C が B で割り切れるならば、C は A で割り切れる。ほーん。具体的に数字を入れると、15は3で割り切れ、75は15で割り切れるから75は3で割り切れる。なるほど。早速リーンで証明できるかやってみよう。まずはこの定理をリーンの言葉に翻訳する必要がある。前回の動画で定義した割り切れる関係を使って。できた。矢印が2つあるわね。これはならばの関係を表す矢印だ。バックスラッシュに R と打つと勝手に変換されるのぜ。へえ、便利ね。こうやって命題 P ならば命題 Q ならば命題 R と書けば。命題 P かつ命題 Q ならば命題 R と同値になるのぜ。どっちで書いてもいいんだろうがリーンでは広角らしい。早速証明をしていこう。右側の画面を見てみると、このようなゴールがある。これを自明な等式まで持ち込めば証明完了だったわね。とりあえずリライトを使って定義を開いておこう。命題 P ならば命題 Q のゴールがあるときはエントロ戦術が使えるのぜ。これを使うと、前提を正しいものとして話を進めることができる。ゴールの形が変わって上になんか出てきたわね。上に出てきたのはハイポセシスというらしいのぜ。これを正しいものとしてゴールを導くのが人間の仕事になるのぜ。さてハイポセシスを見ると、何々が存在して、何とかが成り立つ。形になっているのぜ。まあ、前回定義した割り切れる関係そのままよね。こんな時はハブ戦術が使えるのぜ。このように書くと、条件を満たす整数 X を具体的に取ることができる。そしてこの整数 X が満たす関係式をハイポセシスに追加できる。へぇ。今回の場合、整数 X が追加され、関係式 HX が新たにハイポセシスに追加された。このシュッとした山括弧はバックスラッシュと山括弧を入力すればいい。ここからどうするの？ゴールを見るとまだならばの形をしているから、さっきのようにイントロ戦術を使ってハイポセシスに追加していくのぜ。で、やっぱりさっきと同じ形をしているからリライトとハブ戦術を使う。ほう。整数 Y と仮定 HY が追加された。ここでゴールの定義を開いておこう。リライトを使ったのね。C1 という整数があって A と C1 をかけると C になります。がゴールね。C1 を具体的に与えてやろう。そんな整数なんてあったかしらん。二つ
の関係式 HX と HY から、X と Y の積を与えれば良さそうなのがわかる。イグジスツ戦術を使ってリーンに教えてやると。これを証明すればいいのね。でも A と X の積が B で、B と Y の積が C なら、こんなの当たり前じゃないの？リーンさんはコンピューターだからまだわからないらしい。不平。ここではリライト戦術のもう一つの機能を使う。定義を開くだけじゃないんだ。例えば A イコール B という定理があったとして、ゴールに A がある場合、それを B に書き換えるのがリライト戦術のもう一つの機能だ。というわけで、リーンに入っているこの定理を用いる。整数の積に関する結合法則だな。この左向きの矢印は何？ A イコール B という定理があって、ゴールに A があるとき、B に書き換えるのがリライトだ。だけどリライトはその逆の B を A に書き換えてはくれないんだ。B を A に書き換えるためには左矢印を明示する必要があるのぜ。へぇ。ちなみに左矢印を記述するにはバックスラッシュに L と書けばよい。あ、ゴールが変わった。カッコがなくなったね。これは A と X を先に計算して、その後に Y をかけることを意味する。ハイポセシスから A と X をかけると B になるからリライトで書き換えてみよう。なになに、C は B と Y の積に等しい。がゴールね。これってハイポセシスにある HY そのものじゃない？そうだ。そしてこういう時はエグザクト戦術が使える。ゴールはハイポセシスにあるものそのものですよってわけだな。マリサさん、ノーゴールですよ。ノーゴール。これで定理の証明が完了した。今回の証明を日本語で書いておこう。今回はリーンの証明をそのまま日本語にしたので、逆に難しくなってしまった。読みやすい作文方法を考えなきゃなのぜ。だいぶ長かったわね。この動画の目標は行間のない数学書を作る。だから、リーンの説明はできる限り最小限に抑えていきたいのぜ。最終的には日本語で書かれた証明とリーンの画像一枚で終わらせたいのぜ。それではご視聴。ありがとうございました。